煮汁をまぶしていきます。これがうまいんだ。焼いてもいないの、ぶち込んで煮るだけ。どうも料理のおじさん、りょうりです。はい、ということでですね、今回はですねコラボ動画でございます。どうもどうも、いつもお世話になっております、味パンダちゃん篠本さんとコラボでございます。はい、コラボと言いつつコラボじゃないところでもめちゃめちゃ使わせていただいてるんですけども、おそらく僕は日本で一番味の素を使っている人間なんですけども、その中でもですね、今回ご紹介したいのはですね、この時期にぴったり鶏肉で作るですね鍋でございます。鶏肉鉄鍋っていう、めちゃくちゃ簡単で、めちゃくちゃこんなにうまくていいのかっていうぐらい美味しいんですけども、今回ですね最高に美味しい鶏肉で作る鉄鍋、しかもですね材料めちゃくちゃ、少なくてめちゃめちゃ安く作れるっていうレシピですね。今回これを皆さんにご紹介したい、なのでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。まずね鶏肉、鶏もも肉です。はい、胸肉でもできなくないんですけども、食べにするんだったらもも肉の方が柔らかくて、出汁もって美味しい。もも肉1枚 320g、 玉ねぎが1/2個、まあ大体 100g が 120g ぐらいのものですね。はい、もやし、これが半パックなんで、まあ、100g か 120g ぐらいのものですね。であと卵です。卵1個味の素でございます。はい、今回具材がちょっと少ないんですよ。普通の鍋を作る時って、お肉たっぷり入ってたりとか、お肉と、野菜たっぷりあって、野菜の出汁とお肉の出汁両方ともあって、あの鍋になるっていうのはあるんですけど、今回はですね旨味の出るのが鶏肉だけなんですよ。で鶏肉だけなんで、今回は旨味でですね、味パンダちゃんに頼っちゃいます。本当に味パンダちゃんがいるから、味の素があるからめちゃくちゃうまい、このすき焼き風の鍋つゆになる。あとはですね、調味料は概要欄に、書いております。あとね、うどんね、締めにこれうどんで食うとめっちゃうまいんで、ぜひうどん用意してください。あの冷凍うどんで結構です。ではですね、今回ですね、味の素さんとのコラボということで、今回ですね、緊張しております。助手に来ていただきました、こちらの方です。皆さんご紹介します。今日は助手のハイボールさんに来ていただきましたので、ハイボールさんに手伝っていただきながら楽しく料理を作っていただきたいと思います。乾杯。今日はハイボールさんよろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。まずねお野菜からいきますよ。2分の1カットの、玉ねぎを、僕の場合は、スライスで切っていきます。なんか極薄切りじゃなくてちょっと幅持たせた方がいいですね。はい、 0.8mm ぐらい、 0.8cm、 8mm ぐらいの感じで切っていったらいいと思います。はい、玉ねぎはね煮込むとね甘みが出ますんで、この甘辛いタレとすごく相性がいいです。はい、もやしはねこのままもやしでいいです。はい、今回スケレットでやるんですけども、ない方はフライパンでも結構です。はい、私はスケレットでやります。はい、下に玉ねぎ敷いてください。これもやしね、もやしも入れちゃいます。はい、もやしはね安くてねめっちゃいい素材なんで、ここで使わずしていつ使うかという。鶏もも肉なんですけど、僕のおすすめの鍋に使う、鶏肉の切り方ありますんでお教えしたいと思います。横に長いんですよ、繊維がこうやって入ってるんで、できればこの繊維を切断して食べる方が柔らかいんですよ。実はね、鶏肉を食べる時っていうのはこう、僕の肉こう真ん中で切っちゃう。最初真ん中で切った後にここちょっと斜めにこうやって切っていくんですね。はい、鶏の繊維も断ち切れますし、一枚一枚がちょっとねこういうスライスになるんですよ。こういうスライス、ボリュームありつつ食べれるっていう、こんな感じで、切ってってください。はい、この切り方がね鍋物の時は一番いいと思う。あんまり太く切っちゃっても火が通んなかったりとか噛み切れなくなっちゃったりするんで、半分にしてから斜め切り、これすごくおすすめ私。はい、この感じですね、斜め切りにして、いい感じでそぎ切りにできました。もう鶏肉もうドカッと入れちゃいます。こんな感じですね。それじゃあやっていきます。まずね野菜と鶏肉だけ入ったこの鍋を温めるんですね。はい、これね中火ぐらいでいいですよ。まずこの鍋だけを熱々にします。でここにタレを入れていくんでね、最初に鉄板を温めます。まず砂糖ね周りに振ります。まず周りに振るんですよ砂糖。まずね砂糖が一番溶けにくいんでね、最初に砂糖入れます。
で、ここで調味料入れます。お醤油です。はい、ここでじゅわっといきます。はい、白だしね、だしの香りのある白だし、はい、これはね、ちょっとね、だしの香りを生かしたいんで、だし入れます。みりんですね。はい、みりんを入れます。そしてお酒、これがあの玉ねぎの水分とかもやしの水分とかをもう吸収してね、すごくいい感じになってきます。なんでお肉を上にあの乗せてるか分かりますか？お肉の脂がどん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 溶けてこの野菜に吸収されていくからです。これがうまいよ。で、ここで味の素ね、ここで1、2、3、4、5ね。じゃあなんで味の素入れるかっていうと、お醤油なんですよね。味の素を使う時に合わせることがいいんですけど、よく味の素って使い方が分かんないっていう方いらっしゃるんですけど、それってなんでかっていうと、味の素って単体で舐めると旨味だけ感じてしまうんで味が分かんなかったりするんですよ。なんですけども、このお醤油とか塩分の強い調味料と一緒に使うことによって旨味を感じることができるんですね。塩味と一緒に味の素って使用するとすごく効果的に旨味を感じることができるんです。お醤油の角が取れるんですよ。お醤油だけだとかなりしょっぱいなんだけど、味の素を入れるとですね、醤油の味がまろやかになるっていうことなんですよ。だから何にでも入れて美味しい調味料とかではないんですね。美味しいところを見極めるのは大事ってことです。はい、中火でジュク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 言わしていくとこんな感じになります。かなり水分出てきました。肉がよく煮えるように全体的にあのちょっとね、煮汁をまぶしていきます。鶏肉の味も出てきますんでね。煮てる間に卵、これはね、鶏すき風なんですよ。味が溶き卵につけて食べんの、想像してください。これ YouTube では匂いが伝えられないのがすごくねあれなんですけども、この甘辛い香りのするこの鶏鍋とこれ卵で食べるの最高でしょ。もう鶏と野菜の旨味だけ、これがうまいんだ。焼いてもいないの、ぶち込んで煮るだけ。あ、もういいですね。はい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 、めちゃめちゃ簡単に完成しちゃいました。鶏肉鉄鍋完成です。はい、それではできました。食べていただきます。いただきます。よし、日本酒にしよう。すき焼き風の鍋なんで、これを卵にちょっとくぐらせて、あーは、なんだこれ、すきだれがめっちゃめちゃうまい。すき焼きだれとか市販のもので買ってる方いらっしゃると思うんですけども、今後は不要です。これがめちゃくちゃうまいからです。ちょっと今七味をやりました。何がやばいって、一体10分ぐらいしか経ってないんですよ。旨味がめっちゃ効いてるから味がすっごい鶏肉に染みてんの。鶏肉もあえて焼かずに煮て、野菜と一緒にクタッと煮てるから野菜がね、ほぼね調味料になってるんですよ。これね、味の素の旨味をグンと吸い上げて、ものすごい美味しい鍋の上に紹介した。ゆず胡椒とかもいけんじゃねえかな。はい、これをちょっと鶏肉につけて、これやばいわ、このタレはやばい。白だしも入ってるんでそれだけで十分かと思いきや、味の素うまみがねキュッと入ると鍋つゆがいらないんですよ。鍋つゆってすごくうまみたっぷりじゃないですか。味の素とだしとお醤油、あとまあ砂糖とかみりんとも入ってるんですよ。これが合わせることによって最高のタレになるんですね。平炊きとかも合うかもしれないですね。うん、この甘辛いタレやばいよ。ということで今日も鍋屋龍二にようこそ。あーうまっ、いただきます。超うまいと思うよ。うまっ、最高だろ。醤油と味の素を加えることによってだし醤油みたいな感じになるよね、はい、グルタミン酸が結構効いてるんだよこのつゆって。でここに鶏肉のイノシン酸が入るのよ。だから旨味の相乗効果で旨味がもうビッグバンをしてるの。これだけだと結構強い味するんだけど、はいはい、生卵をつけるとそれがちょっと柔らかい味になってめちゃめちゃいい塩梅になるんですよ。あと締めもあるんで、プラス締めあるんですか。やばいですねこれ。チャモがちょっとわさびいけんじゃねえかって言ったんで、ちょっとわさびいってもらっていいですか。じゃあちょっと、あ、ありがとうございます。すいません。わさびいいね。わさび効かすと日本酒なの。
間違いない、うん、これね、締めをいきたいんですよ。この味の素の効いたタレがめちゃめちゃうまいから、ちょっと締めいきたいから、ちょっと待っててもらおう。分かりました。ということで、まあまあまあ、ここに今冷凍うどんをチンしたものでございます。これガーン、これが食べたいがためにやるぐらいな、うん、絶対うどんがいいと言い煮込むんですよね、はい、ゆでうどんとかでもレンジでちょっとチンして、入れたらいいですね。ちょっと煮込んでください。ピリゴマちょっとすりながら入れる、はい、いや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 、パラパラとネギですね。はい、はい、あ、もうこれでいいっす。最高の塩いただきましょうか。これはいくでしょ。これはいただきます。マジか、うめえ、うまっ。これだって煮たの3分、3分でこんな染みるか。煮汁にあの鶏のうまみと味の素のうまみとだしのうまみが全部入ってるから、うまいに決まってんだよね。絶対やったじゃん。ということで、寒さ真っ只中ですけども、これを食べたらもう絶対に冬っていいなっていうふうに思えるぐらいな最高のレシピですので、ぜひ皆さん試してみてください。